サマリーは、全てを言ってくれる人がいるんですけれども、読み上げる教科書見ながら、言ったことをそのまま使うんではなくて、Hello everyone、皆さんこんにちは。本日のビデオはリンゲージの生徒さん用のビデオになります。今回はリンゲージで使用するダイレクトイングリッシュのレベル4以降のレッスンが、どのように、リンゲージで進むのかということをご説明していきたいと思います。レベル3からレベル4に上がるにあたって不安に思われていたりビデオのキャラクターが変わるので、心配している生徒さんも多いかと思います。また、レッスンの後半の、エクササイズですね、レベル1、2、3にはあったらエクササイズがなくなり、トピックがあってスピーチに変わるというところも、不安に思われている方がいらっしゃると思いますので、レッスンがどのように進むかというのが理解しているとどのように予習をしていけばいいのかということも、分かってくるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それではこのビデオをご覧ください。これが今月の初めのあたりにやったやつですね。これがもともと普通のこういったものが普通になりまして、来月はの初めはオーディオになっちゃうので、ちょっと例外から入っちゃうんですけれども、だいたいこういう風な形になりますね。で、キャラクターですけれども2人が主人公になります。で、彼がですね、弁護士さんになるんですけれども、弁護士さんの奥さんですね、奥さんはインテリアデザイナーのナンシーちゃんになります。で、この旦那さんの感じはですね、ちょっと今からスタートする方にはちょっときついかと思うんですけれども、旦那さんは、ロイヤー弁護士さんなんですけれども、実は弁護士っていうのは私たちが思い浮かべているこの弁護士さんではなくって、国のために働いている検事さんのことです。検事さんのことなんですね。国のために働いてる検事さんをとして今仕事をしてるんですけれども、紹介ではロイヤーというふうに出てくるので、多くの方はロイヤーだと思ってて、私たちが悪いことをした人をこう弁護するあの弁護士さん像を思い浮かべてるので、リチャードはそういう人だなというふうに思ってストーリーを見ていくと、話が辻褄が合わなくなって、多くの生徒さんに、2ヶ月ぐらい前のストーリーで一体リチャードさんって何者なんですかっていうストーリーが、そういった質問が出てきちゃいました。それについて調べたビデオがありますので、それについてはリチャードの、顔のサムネイルをですねちょっと見てもらいたいんですけど、結構前に出てきています。レベル4の、プレイリストのところにも言っていただけると、リチャードの顔がサムネイルになっていて、リチャードの仕事とはっていう風なビデオが出てますので、それでリチャードの仕事が分かると思います。つまりこの人は国で働いている、国のために働いている悪い人を、起訴する検事さんなんですけれども、この人が今過渡期に来てて新しい仕事を始めようとしているので悩んでるんですね。そのアターニージェネラルっていう、また別の職種に変わるんですけれども、そういった仕事の転職をしようかなっていうふうに考えているところ、2人が悩んでるんですね。そういった話になったりしてきますので、それ分からないと、難しいですね。なのでここで言ってる通り、ランニングとかいうのも、これ走る方のランニングじゃなくて、ランニングフォーオフィスでアターニージェネラルに立候補するっていう意味なんですね。その新しい仕事の職替えをするかっていうふうなところで、ナンシーとリチャードが話してると、そういった夫婦の話になってきているということです。時代その背景というのはね、分かったかと思います。そういった家族の周りに付随して出てくるいろんなキャラクターが出てきますけれども、やり方としては全部同じです。一応レベル3の方と、ただ先生によってはこの画面の中で1個か2個しか質問をしない人もいると思います。私はなるべく飛ばないようにはするんですけれども、でもやっぱりレベル3の生徒さんに作るような質問は上から追っていけて、1行ずつ下がっていくので見つけやすいかと思うんですけれども、たまにここからなぜかこっちに飛んだりとかすることもあるので、ちょっと質問の仕方が難しくなると思います。しかも、一問一答で答えられるような問題じゃなくなってくると思うので、例えば先ほどのレポーティングライブレベル3ので、で Where is Heather reporting from?
from the financial district of Boston。 これが答えられると思うんですね。 from の後を使えばいいのでっていうような質問じゃなくなるっていう感じです。例えばなぜ、why とかが注目になる、 why とかが来ることになるので、 why is Richard trying to run for office とかっていう風に来ちゃったりするので、割と一問一答じゃなくなってくることもあります。もちろん一問一答で答えられることも、ありますので、例えば一問一答で答えられるんだったら What will have an enormous effect on all of them? っていうふうに聞かれて、この this の部分を答えさせる。 What が this になっていて、この this が、上の全文に来るので、それを当てはめて言うっていうような、一問一答もあるっていう感じですね。なのでそれを、全部やって、質問をやり終わるっていう感じですかね。1ページごとに質問が終わったらリピートなしです。リピートなしで、難しそうなところだけちょっとリピートして、差し上げて、そしてもうペアワークでもしかしたらもう全て、ロールプレイになるっていう感じなので、全て上から下までリピートしてくれるわけではないので、ビデオの量が必要になります。ご自宅のこれも質問してリピートなしでペアワーク、質問してリピートなしでペアワークになります。まあ、終わったら、まあ、もちろんこういう風にやるのはいつものレベル3と同じです。でサマリーになります。普通だったらレッツトークが入ってくるはずです。レベル3だったらエクササイズとストーリーの間にちょっとお話しして休憩があるんですが、休憩なしでサマリーになります。でサマリーは、全てを言ってくれる人がいるんですけれども、読み上げる教科書見ながら、言ったことをそのまま使うんではなくて、自分の言葉でなるべく言い換えるようにしてください。なので一番大事なのはパラフレーズということですね。使った言葉をまた別の言葉に変えてみて言うようにするっていうことですね。そういったこの場合だったらリチャードが、仕事を変えることに悩んでいるっていうのを、例えば多くの生徒さんがリチャード thinks it's time to move on とか言ってくれるんですが、じゃなくってリチャードは悩んでるって言ってくれればいいっていうことなんですね。なのでリチャード is debating、 なんかディベーティング、自分で戸惑っているとかいうふうな言葉を変えていく練習がすごく、単語の量が必要になるんですよね結局。なのでサマリーってすごいいい勉強で、読み上げるんでもないこの言葉が欲しいっていうのの単語探しの旅に入らないといけないので、そうするとね、単語の量が、かなり言い当てた単語が必要になってきます。でそれの、まあ、一応代表的なサマリーを、ここに用意してあるんですが、ここに行く前に、例えば3人そう行く前に生徒さんに、直子さん1番目のセンテンス言ってみてください。で In today's story から始まって、リチャード and Nancy are talking about his career みたいな、彼の仕事について話しているとかいう風に話して OK ってなったら、じゃあはるみさんどうぞみたいな感じでまた次の文章に言ってもらう。人数が少なかったりすると、全部言ってみてください、全部言ってみてくださいで2行か3行全部言ってもらうような感じになります。でその間も間違えた、3人称の S とか全部抜けたら、すぐに逐一言われます。なので言われたらまた初めから、言い直しになります。で、そこがまたクリアできてまた別になったらまた初めになっちゃうので、ちょっと頭の体操が必要になるんですけれども、多分いい練習になると思います。サマリーの話読んでもらって、ここに質問ないですかとか、このインクワイアーズがアスクスの代わりになっていたりとか、それからコンサーンズがこうウォーリーの代わりになっていたりとか、いろんな言葉の言い換えがあるので、そこで習ったりすることができますね。ただ本当に3行ぐらいなので、あまり長く言わないようにするのがポイントです。でここら辺になるとやっぱり20分後ぐらいには、5分から始めて20分か25分ぐらいまでにはここに入って、40分まで15分から20分弱は取りたいと思います。でここ、8つのバブルズがあるんですけれども、大体上の4つぐらいにはなると思います。 その都度こうトピックが決まっていまして、ペットピーブスというのはちょっとイラッとする内容の話になります。人生の中でちょっとこの人イラッとするっていう、そのポイントは何ですか、仕事でどんなところにイラッとしますかとかいうような内容。なぜかというと、このペットピーブスというのはイラッとする内容は、さっきのナンシーとリチャードの話に実は関わっていて、
真面目な話をしているのにリチャードがあまり奥さんのナンシーの話を聞いてないんですね。それでナンシーが最低みたいな感じで、あんたって本当に面倒くさい人って怒ってるんですね。これはナンシーにとってリチャードがペットピーブなんですね。なのでそれから転じてこういうストーリーのスピーチが来るんですね。なのでいつもちょっとリンクしてることに気をつけください。What annoys you で on the train、 例えば多くの生徒さんが、駆け込み乗車してくる人とか、お友達してる人とか、そういうのにイラッとするよとか、友達とだったら買い物中待たされるとか、そういった内容を言ってくれるっていう感じですね。でここに一応例文が、ネイティブが作った例文があるんですけれども、盗めるところは盗んでください。例えばイライラポイントのテンプレートが It really gets to me whenっていう風に言うと全部自分のテンプレートとして使えるので、 It really gets to me when someone standing in front of me on the train、 例えば drops the water onto my skirt とかなんていう風に言ってね、 from an umbrella みたいな、そういうなんかいろんなものを使ってくださってもいいんですが、例えばそれも、It really gets to me when から始めて作ってみるとか、盗めるところは盗めるんですが、大抵その後は難しいので、難しい言葉がたくさん出ているので、ちょっとなかなか盗めないところもあるかと思います。わざと難しくは作ってあるので、見たことないような言葉にしてはいるんですね。手応えがないと少し覚えられないので、ちょっと痛みのある単語なんですが、実際の皆さんのもっと軽めで大丈夫です、多くの生徒さんは全部書いてきてはくれますね。書いてきてくれて、で一応閉じて頑張って言おうとして焦ったり緊張しちゃったりとか、頭が真っ白になっちゃう場合はここに見てあったりとかするんですけれども、大抵は全部書いてきてもらって、準備してもらって、みんなで一応言ってもらうっていう感じですかね。そこにミスがあれば全部言い直しになります。基本的にはペアワークはないです。ペアワークはなくて、一人ずつ言ってきてもらって、誰々さんがお話ししてる時のミスを聞いてまた盗むっていうような繰り返しにはなりますね、っていうところですね。大体これは A と B には分かれてないので、一つでもここまで来ちゃうんですけど、来月からはまた A、B で分かれているので、 A は、ストーリーだけになったりします。 A はストーリーとサマリーまでかな。で B の方でこっちを重点的にやるっていうような形になるかと思います。かなり、手応えがあると思うんですけど、大事にしてほしいのは、主語動詞そして目的語っていうのが綺麗に揃ってる文章をなるべく作るっていうことですね。短くてもいいので主語動詞目的語、これがあるようにしておくといいと思います。今までだったら単語だけで返してたところを全部文章にしていくっていう、正確性を大事にする方になりますね。それがレベル4になっていくかと思います。最後本当に人数によるんですけど、あんまり時間がなかったりすればちょっとここで終わっちゃうんですが、最後はもう、電車の中でのイライラ、それから お家でのイライラ、仕事場でのイライラを全部つなげて、大きなスピーチにしてもらう、4行5行のスピーチにしてもらうので、一応この多くの、講師たちはこの部分の後半の部分をスピーチの部分というふうに呼んでいるっていう感じ、エクササイズの部分っていうんじゃなくてスピーチの部分って呼んでる感じですね。それぐらいでしょうかね、というような様相が分かったところで予習をお願いします。はい、なんか質問ありますかね。次のその、あ、そうかそうか、そうですね、36の方ビデオがあったのにとかに言ってたのは、一応聞いてはみたんですけれども、はい、もう直接そのなんか書いてあるパーミットのところに行くってことですかね。
これはそうですね、これはやり方あまり変わらないです、一緒に聞いてもらって、そしてこの内容を、まあ質問できるところがあったら見たりして、そしてここの部分から質問が できるとしたら、ここからですね、何個か質問が出てきます。例えば、まあ、よくあるのは単語に付随したような質問が出てくるので、この単語を答えさせる質問をしてから、この単語に行くようにするので、ここのやっぱりコンプリヘンションクエスチョンズというふうに呼ばれている質問をします。で、読めたら一緒に読んでみたりもしますね。真ん中で割ってパートナーと一緒に読んでみてくださいっていうのもあるっていうことですね。こっちのこの文章に関してはちょっとトイックを意識してるんだと思いますね。こういったトイック あのこういうインフォメーションが出て 早く読んでいくっていうテストがトイックにあるので、そういうのを意識してるんだとは思いますね。これもいつもと一緒です。そのようにしてちょっと質問して、多分こっち早めに来ちゃうと思います。本当に15分ぐらいで来ちゃうのかもしれないので、そしたらもう、上のバブルだけじゃなくて下のバブルズの方も行っちゃうかもしれないですね。でも A と B に分かれてるので、もしかしたらここを A にして、ここを B っていう割り振りになるかもしれないですね。結構手応えがたくさんある内容になってくるかと思います。いいですね。ホールディングミーバックとかすごいいい言葉ですね。で、ここら辺の方も多分 A に関してはオーディオの時は早くなっちゃうので、上のバブルまで用意しておいた方がいいかと思いますね。基本的にやり方はオーディオも一緒になります。で、リボンヌになるとそうですね、ストーリーが来るので、デザイナーのナンシーとやはりリチャードと、それからイボンヌというナンシーのパートナー、インテリアデザイナーのパートナーが出てきたりしますね。やはり同じでスピーチがやはり変わってきたり してきますね。怖さなので、ちょっと最初からちょっとずっこけますけれども、来週はなぜかちょっとオーディオになっちゃうので2週待っていただいてビデオになります。でも多分初回からビデオじゃなくてこっちの方が良かったかもしれないですね。オーディオの方がまだちょっとお腹いっぱいになりすぎちゃうので、ビデオだとオーディオの方がまだ、優しかったかもしれないです、生徒さんとお話ししているビデオを見ていただきました。このような形でこのビデオを参考にして、3月から、それから2月から3月から新しい月でレベル4に上がられるという方はぜひ、参考にしてみてください。それでは、Thank you very much for watching. See you next time.